はい、おこんばんにちは。ゲーム実況をしております、穂村と申します。今日もよろしくお願いします。はい、では今日はミラーズの方やっていこうかなと思います。編成はこちらですね。カリンとナノハの2体編成でやっていこうかなと思います。まあ現在、リリカルナノハコラボが来ていましてですね、ナノハの精神強化も同時に来たということで、まあ、かなり MP が溜まりやすくなりましてですね、今日はナノハのマギアを打ちまくろうという内容でやっていこうかなと思います、まあ、メモリアの方はこんな感じになっております。では早速行ってみましょう。ではまずはここに行きましょうかね。マミとクーホムとバレナギの3体編成に挑んでみようかなと思います。早速いいディスクが来てくれましたね。アクセルコンボをできる状態でナノハの A が2枚ある状態であれば、次のターン必ずマギアが打てる状態になりますので、これはかなりラッキーですね。でここではクーホムがどうせ倒しきれないので、まあバレナギを少し狙っておきましょう。まあ、バレナギが耐えるでマギア打っても耐えられちゃうんで、まあ、次は1位でおそらく止まるので、まあ、触っておけば次は倒れますね、まあ、ここクリティカルで抜かれなければ OK ですね。うん、まあリカレンと違ってまあ、アクセル2枚しかないんですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、かなり早くマギアを貯めることができると、まあ、それは精神強化のアクセル MP アップと MP 獲得量アップのおかげというところですね。では1戦目こんな感じで勝てましたね。よかったです。では2戦目の方いきたいと思います。はい、では次にこの4体編成に挑んでみようかなと思います。アルマド、サヤカ、水木京子、バレナギですね。よろしくお願いします。まあ、さやかにほとんど座れるんじゃないかなとは思いますけれども、まあディスクがそんなによろしくはないですね。まあここは順当にバレナギを狙いましょう。お、抜けるかな。あー、回避されちゃいましたね。さて開始はどんな感じになるかな。そんなに火力は高くなさそうですね。うん、そうだな、次マギアを打ちたいんですけれども、どうせさやかが倒せない気がするんですよね。これまあここはアクセルコンボにしておきましょう。ここで抜き切れれば、あー OK ですね。よかったよかった。耐えてくれましたね。さすがナノハのダメかと、まあ、クライシスシールドも乗ってるんでそこら辺が効いてくれましたね。ではここはサヤカを狙っておきましょう。マギアで、とりあえず幻惑にしておけば、まあそんなに攻撃はねバカバカ飛んできても大丈夫だとは思うんで、あとはナノハのマギアで倒してもらいましょう。うん、いい感じですね。やっぱカリンのこのコネクトも強いんですよね。
やっぱかっこいいですね、ナノハのマギアは。何度見てもやっぱかっこいいですね。はい、ってな感じで4体編成にも無事勝てましたね。では次3戦目行ってみましょう。はい、では3戦目こちらの方と戦いたいと思います。心色やちアルマドクーホムマミさんですね。よろしくお願いします。まあ危険なところとしてはやっぱりクーホムですかね。あとは吸われる可能性がある心ですね。まあ、クーホムは次のターン一発で抜けるんで大丈夫ではあるんですけどね。クーホムを一回縛っておいて、さすがにアルマドいるからきつかったですね。ではここは心を狙っておきましょうかね、順当に。まあ、おそらくクーホムがブラスト3枚とか持ってこなければ大丈夫だとは思うんですけどねって言ったら、そっか、心がカウンターしちゃったからナノハに行っちゃいましたね、攻撃が。まあ、攻撃というか高速ですね。ちょっとこれは計算外ですね。ではここでなんとかみんなに耐えてもらって、すごいな強化カウンター。ふむふむ、まあ、ナノハさんに頑張ってもらいましょう、ここは。一発ですね、いいですね。まあ正直言うと、あそこで耐えられても、マギア打った後なんで、A2 枚あれば、60は速攻で溜まるんで、もう一発次のターン打てたんで。まあ、おそらくアメミトとかが飛んできてても、まあ、1万ぐらいは通せると思うんで、まあ、残った HP ぐらいは削れたかなとは思いますね。では3戦ミラーズ終わって3体編成4体編成5体編成と、まあ、1回ずつ戦わせていただきましたけれども、どうでしたかね。まあ、かなり早いペースでナノハのマギアがたまるので、かなり使っていて楽しいですね。まあ、水属性が、まあ、いたとしても、まあ、それなりに2万とかは通せるんで、まあ、かなりやっぱりナノハ自体がね強くなりましたね。まあ、ステータスを見るだけでもやっぱりお化けさんクラスのステータスになってるんで、このかっこいいマギアをバシバシ打ってもらってミラーズ楽しんでみてください。はい、では今日はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。